食育とは、様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることである。2005年に成立した食育基本法においては、生きる上での基本であって、地域、特育及び体育の基礎となるべきものと位置づけられている。単なる料理教育ではなく、食に対する心構えや、 栄養学、伝統的な食文化についての総合的な教育のことである。この言葉を造語した石塚三元は食品の与える影響に関する独自の説によって子供に食べさせる食品の影響によって子供の心身を養うという意味で用いた。石塚三元食育という言葉は石塚三元が1896年と1898年の著作で 体育、地域、細育はすなわち食育なりと造語し、用いられている。1903年には、放置新聞編集長、村井玄斎が連載していた人気小説、食道楽の中で、小児には、特育よりも、地域よ,よりも、体育よりも、食育が先。体育、特育の根元も食育にあると記述している。小説家の村井玄斎が、 石塚の著書を読んで共感しており、1903年に着し一大ブームを起こした、食道楽秋の巻、第252、食育論で、食育という言葉を使用した。左源の説を実践する団体として、帝国食育会という団体があった。その後、政財界の援助により、石塚の食物用情報を啓蒙する団体として、食用会が結成された。 食用会の関係者が、食育を唱えていた。しかし、一般にはほとんど知られていなかった。戦後、食用会の会長にも就任したことのある、桜沢五一の起こしたマクロビオティックや、玄米健康法の関係者、有機農業、自然食品業界に、石塚説が伝承された。1970代に、財団法人オルトビオス研究会理事長であった。 よもぎた康ス氏が職域を提唱し、77年にソニー創業者、イブカ・大元会長が創立した財団法人幼児開発協会、帰関し、幼児開発へ、職域の進めを連載。83年、富士テレビのテレビテラ小屋でも職域について啓蒙した。2002年11月21日、自民党の政務調査会に、職域調査会が設置された。 その目的は、産地偽装など、食の安全を揺るがす事件が多発したことから、食育で消費者の不安や不信感を取り除くことだった。だが一連の事件の多くは、消費者をないがしろにした、私立異級が原因だった。消費者の不安不信を取り除けば、事件の反省や、再発防止策が不要になる上、一般人の知らない言葉をスローガンに掲げたことから、 マスコミや研究者等が関心を抱き、語源を探した。この結果、歴史に渦漏れていた、石塚、村井が再び日の目を見る。翌15年に、時の総理、小泉純一郎の施政方針演説に取り上げられて、職域が一般化した。1988年には、小泉純一郎が厚生省としては、職が一番大事なのではないかと述べていた。1993年に、 厚生召喚集で食育時代の食を考えるという著書が出版されている。服部幸男は自分の書いた1998年出版の食育のすすめを厚生大臣の頃の小泉純一郎が読んだからと説明している。またマクロビオティックの久塚さ道夫は議員会館で講演を行っていた。多い時には議員が80人ぐらい集まる時もあった。国会で 無国籍で脈絡のない料理ではファストフード予備校であり食育とは言えないのではという指摘がなされ政府としても米食や日本型食生活を増やしたいとの意向が表明されている食育基本法の訂正に伴ってマクドナルドが食育に力を入れることを表明しそして学校でハンバーガーの授業が行われるようになったこれに対して企業が 社会貢献するのは結構だが、こうした食品では、食育と矛盾するのではないのかという批判も起こった。幕内秀夫は、食育基本法の制定に伴って、ジャンクフードの販売業者が食育という言葉を利用して、出張授業などを行うようになったことを、自身のウェブサイト、フーズヘルス研究所で批判している。2005年6月10日、食育基本法が成立した。 食育によって国民が生涯にわたって健全な心身を培い豊かな人間性を育むことを目的としている。食育基本法は総理大臣と十二省庁の大臣と国家公安委員長までが参加した国家レベルで食事をどうにかしようと捉えた世界的に例のない法律とされる。関連した政策としては厚生省による十一世紀における国民健康づくり運動において 病気を予防するために目標を設定して、目標達成を目指す運動を行っているが、甘味料の特に砂糖が虫歯を発生させるとして、甘味料に関する正確な知識の普及と、甘味食品、飲料の間食の摂取回数の減少を目標としている。また、10.7%いる児童、生徒の肥満児を7%以下にすることも目標とされている。アメリカ合衆国では、 肥満人口の増加が健康上の問題となっている。アメリカではジャンクフードの販売は子供の健康や食の嗜好を守るために自主規制する方向に向かっている。アメリカ医学研究所は子供をターゲットとした高カロリーで栄養価に乏しい食品のコマーシャルが肥満と関連しているとし自主規制ないし政府の介入を求めた。シカゴ大学は18歳未満をターゲットにした コマーシャルの90%以上が栄養価に乏しい食品であり食の思考に影響を与えると報告した。肥満対策のため、公立学校で糖分の多い飲料や脂肪を除去していない牛乳は販売されないように合意された。マクドナルドやペプシコなど11の大きな業者が12歳以下の子供にはジャンクフードの広告をやめることで合意した。2011年4月28日。 食品医薬品局、疾病対策センター、アメリカ農務省、連邦取引委員会の4機関は、肥満増加の対策として、子供に販売する飲食品の指針として、加工食品1食品あたりの上限を、飽和脂肪酸 1g、トランス脂肪酸を 0g、砂糖を 13g、ナトリウムを 210mg とした。二千十一年五月十八日、百五十兆の 団体がマクドナルドに対し子供を対象とした飲食品に高カロリー、高脂肪、多い砂糖、高塩分のジャンクフードの販売中しおまけをつけないことやロナルド・マクドナルドの引退を要請した。イギリスでは16歳以下に対するテレビ番組でジャンクフードをコマーシャルすることはできない。2007年イギリス政府は合成保存料の安息抗酸ラトリウムと 合成着色料の入った食品が子供に注意欠陥、多動性障害を引き起こすという研究結果を受けてドリンクやお菓子にそれらが入ったものが多いとして注意を促し2008年4月英国食品基準庁は注意欠陥、多動性障害と関連の疑われる合成着色料6種類について2009年末までにメーカーが自主規制するよう勧告した ガーディアン氏によれば、この政府勧告による自主規制の前に、大手メーカーは2008年中にもそれらの食品添加物を除去する。2008年3月、これを受けて、欧州食品安全庁は、イギリスでの研究結果は1日あたりの摂取許容量の変更にのための基準にはできないと報告した。しかし、4月イギリスは再び排除すべきだと勧告を行い、 8月には欧州は摂取量の見直しをはじめこれらの合成着色料を含む飲食品に注意欠陥多動性障害に影響するかもしれないという警告表示がされることになると報道された。大韓民国では米を中心とした給食を提供し、菓子、ジュース、ファーストフードなどの栄養価に乏しい、いわゆるジャンクフードに関して2009年3月からは、 小中学校とその周辺での販売の規制。2010年からは午後5から9時のテレビコマーシャルの規制を行う。ブルガリア政府は全国の学校の食堂や売店からスナック菓子や清涼飲料水を撤去した。関連法令の発令により様々な企業や公共団体が食育をビジネスとして取り込んでいる。ビジネス方法としては食育に関する商品の発売やセミナー、 講演会の場を設けることにより収益を上げている。これら職域ビジネスに関し十二省庁も非常に協力的であり、農林水産省は外食産業や中食産業、中小企業に対しての活動を推進するページをしている。また、厚生労働省は従業員や職員、住民に対して生活習慣病の啓発、健康増進のための優れた取り組みをしている。 自治体、団体、企業の表彰を行う健康寿命を伸ばそう。アワードを開催した健康ビジネスニュースを配信しているヘルスビズウォッチは海外の食育ビジネスモデルに関して詳細に説明している。ありがとうございます。